おはようございます、みさぺこです。おはようございます。いやー、酔っ払いが残ってる気がするね。昨日夜中っていうか、まあ日付はまだ変わってなかったんですけど、お酒飲んでて、お家で一人で寂しくんですけど、そうだな、お酒残ってる気がする。頭が全然回らない。こんな状態で動画撮ろうという無謀さをありますが、今日も一日よろしくお願いいたします。ということで今日はですね、カラコン、例のごとく、あ、鼻水がめちゃめちゃ垂れてる。例のごとく今日は裸眼なので、今日はカラコンのレビューをやっていこうと思います。本日使うカラコンがこちら、フレッシュルックデイリーズ。わー、私これ好きなんですよ。フレッシュルックデイリーズはアルコンさんっていうところから出てるレンズで、もうね、朝一番だから鼻水が止まんないカラコンで、色が、着色がね、すごく狭いんですよ。で、まあこれ色がすごい出る方なのかな。まあ一番出た色はちょっと使い切っちゃっててなかったんですけども、この一色しかなくて、色がここら辺にならないと分かんないんだよな。緑色の薄い色のレンズになってます。それではつけていこうと思います。あ、裸眼この状態ですね。黒です。手に取った感じがこんな感じ、こんな感じですね。ピントが合わない、合わせ方がわからないですよね。ですね、はい、ではつけていこうと思います。はい、つきました。こう遠目から見るとあんまりわかんないですよね。多分わかんないと思う。こんな感じです。うっすらついてるんですけど、今日は緑色ですね。グリーンの発色のやつをつけました。あんまり変わってないけど、うっすら色がついてるのわかるかな。ちょっとだけ目がはっきりしますね。それでは両方つけていこうと思います。はい、両方つきました。こんな感じです。案の定私はぼやけてますが、にじんでますが、汁でじゃないな、水分で。はい、はい、つけたフレッシュルックデイリーズですね。ベースカーブが860、サイズが 13.8 と、とても小さいレンズとなっております。で、アルコンさんっていうメーカーなんですよ。デイリーズトータルワン、今多分デイリーズトータルワンの CM 綾野剛さんがやってるんじゃないかな、がやってる、すごいつけ心地がいいレンズの、ブランドメーカーさんで、このレンズも結構つけ心地いいです。すごい、なんだろうな、他のレンズより水分がある感じがする。うん、そのレンズ自体がね。で、それで、乾燥もとても少ないレンズになってます。カラコンの中では多分、私が知ってる中では一番乾燥しにくいんじゃないかなって思います。ただ、一つだけデメリットを言うのであれば、まあ、着色、はまあ見ての通り狭いので、あまりこう色がパキッて変わるってわけではないんですけど、一つだけデメリットを挙げるとするのならば、外しにくいなんですよ。アルコンさんのレンズの結構特徴で、表面がちょっと滑りやすくなっているので、ちょっとね、ちゃんと長時間つける日とかだったら全然外れるんですよね。乾燥してるから、レンズが乾燥してるから外れるんですけど、短時間で外しちゃうときとか、例えば昔だと私バイトで5時間しか働いてないときがあって、5時間しか働かないときにこのレンズつけてったら、まあ外すの苦労したよねっていうのがあって、すごい外すの大変なレンズではあります。うん、これコツが分かればね、これ外し方
すぐ分かるんですけどね、これあれなんですよ、レンズをこう下にずらして、下にたゆんだところができるんですけど、そこをつまんで外すっていう風にすると外れやすいんですけど、ちょっと今やるとちょっとめちゃめちゃ時間食っちゃうんでやらないんですけど、なのでまあそこがちょっと難点ではあるものの、つけ心地はとてもいいレンズなので、まあ良いでしょうって感じですね、うん。で本当はね、グリーンより私はあれ何色だったかな、なんかちょっと茶色っぽい色があるんです、茶色っていうか黄色っぽい色があるんですけど、私黄色っぽい色好きなんで、その色がおすすめですね。ちょっとアクセント分かんなくなっちゃったおすすめですね私は、うん。なのでまあこんな着色系がちっちゃいレンズもいいよっていうご案内でした。というわけで本日の動画はここまで、見ていただきありがとうございました。 Twitter、Instagram やっていますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。